濃純です。水鳥好きとして以前からガンカモ類について紹介したいと思ってました。一般的にガンカモ類とはガン、カモ、白鳥の仲間を指します。新型コロナウイルス感染拡大防止のための各種制限がなくなり、やっと少し遠出をしてガンと白鳥を撮影できました。そこで今回はガンカモ類から7種類に絞って彼らが生きる姿と生き残り戦略を垣間見ることにしましょう。まずはガンの仲間マガン族のオオヒシクイから見ていきましょうか。ヒシクイについてはちょっと複雑で、英名ビーングースと呼ばれるものは2種、一つはタイガ、もう一つはツンドラ。世界的にはこの2種を別種とする団体と単一種として扱う団体に分かれています。日本ではツンドラ地帯で繁殖するものを亜種ヒシクイ、タイガ地帯で繁殖するものを亜種オオヒシクイと呼び分けてる感じですかね。ガンカモ調査でも分けてカウントしてるみたいです。え、この子の挙動がちょっとおかしいですね。あ、スサーした。四日面が黒く見えますね。真っ黒に見えますが実際はどうなんでしょう。お、隣の子なんかいい感じの動きじゃないですか。ナイスなタイミングで羽ばたいてくれました。やっぱり四日面の色は濃いようですね。話をツンドラとタイガに戻しましょう。寒帯のツンドラは亜寒帯のタイガとほぼ隣接していますから、別種として扱うのは確かに難しい部分がありますね。実際この2種の識別は容易ではないようです。今回訪れた場所は環境省生物多様性センターの調査によると、オオヒシクイが渡来する場所だと分かっています。この子たちはオオヒシクイということで問題ないでしょう。だけどヒシクイのややこしさはこれだけじゃありません。タイガ地帯で繁殖するヒシクイはオオヒシクイ以外に2つの亜種がいるとされています。2つのうち1つは DNA の配列がオオヒシクイと非常に似ているためオオヒシクイに含めることもあるんですよね。まあ今回はややこしいということだけ知っていただければと思ってます。時期も越冬地も限られる鳥なので、私のように越冬地が近くにない場合、訪れる機会を作ってみてはいかがでしょうか。もしヒシクイもオオヒシクイも訪れる地域にお住まいで、識別も任せろという方は調査に参加されると喜ばれるかもしれませんね。オオヒシクイの隣にいるのがコハクチョウ、英名はツンドラスワン。多くはロシアのツンドラ地帯から西日本まで南下します。ちなみに類似種のオオハクチョウの越冬地は東日本に偏ってます。なぜコハクチョウは西日本まで南下し、オオハクチョウは北の東日本で越冬するのかはベルクマンの法則で説明できます。中学入試でもよく出題されるこの重要な法則は19世紀にドイツのベルクマンが提唱しました。よく挙げられる例がクマです。北極圏に住むホッキョクグマと南半球のマレーシアなどに住むマレーグマ、両者の体重には2倍の差があります。実は日本人も北に住んでいる人ほど体が大きい傾向があることがデータとして得られているんですよ。人の場合は大きな差じゃないですが、
クマやシカなどの例は分かりやすいですね。なぜベルクマンの法則が成り立つのか、簡単に説明すると、体が大きくなるほど体内の熱が逃げにくくなるからです。熱は表面積が大きいほど逃げやすくなりますね。3次元の相似な立体を比較した場合、体積の2乗が表面積の3乗に比例する関係にあります。これを2乗3乗の法則と言います。そしてもう一つ大事なことは、体重は体積に比例すること。力の強さは筋肉の断面積に比例し、体重を支えるのは足の裏という面です。象は重い体重を4本の太い足で支え、クジラは水の浮力に支えられてます。もし人間がどんどん巨大化したら、持ち上げることができる重さより体重が増えるスピードの方が速く、立つことさえできなくなるというわけですね。アリは自分の体重よりはるかに重い食べ物を余裕で運んでますよね。これアリが力持ちなのではなく、アリが小さいからできるってことなんです。面積と体積が2乗3乗の法則に従うからこそそう見えるんですね。ウエイトリフティングの選手がもしアリの大きさなら、自分の体重の100倍近くのバーベルを持ち上げる計算になります。結局説明に時間をかけてしまってますが、まだモヤモヤしますか？難しいですよね。わかりやすいよう可視化してみますか。グラフを作ってみました。ベルクマンは2乗3乗の法則を恒温動物に応用しました。体積はその動物の大きさ、表面積は出ていく熱の量に置き換えればいいんですね。小さい生き物は大きさによって出ていく熱量が全然違いますが、ある程度大きくなると変わらなくなるということがわかるでしょうか。体の小さい鳥類はこのグラフの左端の方に位置します。進化というものは自然選択の結果なので、同じ種類の動物でも寒い地域で生き残れたのが大柄な個体だったと推測できます。逆に熱を失いやすい小柄な個体は暖かい地域で有利だったというわけです。細かいことまで補足していくと、もう話がエンドレスなので、目的を見失う前に本題に戻らないとですね。で、ベルクマンの法則で何が言いたいのかというと、大白鳥と小白鳥に当てはまるかどうかです。ヒシクイを思い出してください。タイガビーングースの大ヒシクイとツンドラビーングースのヒシクイ、名前からわかるように大ヒシクイの方が大きいです。でもツンドラビーングースのヒシクイの方が寒いとこに生息してるぞって疑問に思いませんか。実は白鳥も大白鳥より小白鳥の方が繁殖地は北、渡り鳥の場合越冬地で考えないといけないんですよね。ツンドラスワンの小白鳥は極寒の地で繁殖しますが、越冬地の日本では体格の大きい大白鳥よりも西寄りに分布する理由にやっとたどり着きました。ガンや白鳥類にとって日本列島は東アジアの中でも特に重要な越冬地。昔は中国への飛来数が多かったようですが、密猟や環境悪化などが理由で減っているようです。ガンも白鳥も一夫一妻、生涯つがいの相手を変えることがなく、子育てもしっかりやるみたい。そういう渡り鳥は家族で同じルートを移動し、そのルートが子子孫孫に伝えられていくと考えられます。一度去ってしまった彼らを呼び戻すのは難しいということになりそう。群れで毎年やってくる野鳥の中には、毎年決まった場所で餌をもらっているケースがあります。
琥珀蝶はその代表ともいえ、餌付けの影響については十分なデータが得られてないというのが現状といえそう。名古屋には昨シーズンまである冬鳥の餌付けを売りにしている場所がありました。ところが餌付けによって最も利を得たのはカラスとドバタ。それが理由で急遽今シーズンから餌付けをやめたんですよね。例年にぎやかだった餌付けの場所には今は1羽もいません。その代わり広範囲に分散してます。渡りの度にそこで餌をもらってた彼らは今シーズンどう過ごすのか案じられます。白鳥の会が解散した時、多くの白鳥が餓死しかけたというニュースもありましたしね。ずいぶん脱線しちゃいましたね。琥珀蝶、寝てしまいました。この寝姿は、かえって首の長さが際立ちますね。一体どこに顔を突っ込んでるんでしょうか。あれ？いつの間にか、大ひしくいの足元にマガモがいるな。どうやら、かなり前からそこにいたみたい。大ひしくいを防波堤代わりにしてたのかな。マガモは大型のカモですが、それでも小さく見えますよね。日本に飛来する白鳥類の全長はどれも1メートルを超えてます。雁類はそれより少し小さく70から90センチ、そしてカモ類が40から60センチで、オナガガモだけ尾が長い分オスの全長が70センチ程度。ガン、カモ、白鳥の全長はうまいことサイズがかぶってないんですよね。なかなか面白い事実だと思いませんか。ここからはカモ類を見ていきましょうか。5種類の冬鳥を観察します。このチャンネルでは彩色型により大きく2つのグループに分ける分類を採用しています。生態学的な知識を深めようとするときは植物食か動物食かも重要になってくるので、そのあたりの情報も散りばめていければと思ってます。最も多くの種類が属するマガモ族から2種。まずは愛知では居場所を探している方も多いトモエガモ。よく行く公園の池に少数が飛来するんですが、行くたびに「トモエおる？」って聞かれるんですよね。国でも県でも絶滅危惧2類に分類されています。基本群生性の高いカモで、他府県では大群が見られることもあるようです。小型なので飛来数を調査されてる方はカウントに苦心されてるんじゃないでしょうか。この池は目隠しが用意されていて、水鳥たちをこっそり観察できるよう配慮されています。だけど覗き穴から望遠レンズを突き出すカメラマンが多く、完全に気づかれちゃってるんですよね。だからカメラマンが存在に気づかない非繁殖羽であるエクリの時でないと、なかなか近くで観察することはできません。それとシャッターオンで警戒されてしまうこともあります。私は動画を撮りますし、カモの声も聞きたいので、サイレント設定していただけるとありがたいです。鳥類は人間の想像を超えた視力や聴力を備えているということ、知っておいてほしいなと思います。ついでに言えば、運動能力に長け常に捕食の危険がある彼らにとって、警戒心がどれだけ身を守る上で重要か思いやる必要もありますね。同じくマガモ族のヒドリガモです。マガモ族は水面サイジガモ。いやー、
本当に可愛らしい子たちですね。山柄と共通する愛らしさを感じます。どちらも頭でっかちでモヒカン。集団でよく鳴くところも似てるかな。全くもって珍しいカモではないため、いつも心ゆくまで観察させてもらってます。見ていて癒されますし、だんだんカモの幼稚園を見学してる気持ちになるんですよ。このメスの動き、可愛すぎません？カモに限らないですが、鳥って面白い動きをする時があるんですよね。さて、ヒドリガモのウイ、赤みが強いですよね。オスの胸は、日本の野鳥にはなかなかないピンク系です。これまでの動画で何度か言及している色彩についてのお話を発展させましょう。メラニン由来でない青系の羽毛の色は構造色というお話は何度かしてます。メラニンは遺伝情報により受精卵の初めの細胞分裂時に形成されることが分かっています。つまり生まれつき持ってる色素ですね。これがないとアルビノと呼ばれる白い個体になります。鳥類においても黒はもちろん、構造色以外の濃い色はメラニン由来、そして黄色や赤はカロテノイド由来です。人参のベータカロテンとかトマトのリコピンとか聞いたことないですか？人参のオレンジやトマトの赤はカロテノイドの色です。鳥の中でも特に水鳥はくちばしや足が分かりやすくカロテノイド色になってる種類たくさんいますよね。ヒドリガモのオスの繁殖を見ると頭部や胸にカロテノイド由来の色が現れてるように見えます。カロテノイドは餌から取り入れ酵素により色素に変換されます。ヒドリガモは種、茎、葉、根っこと植物なら何でも OK なんだそうで、お野菜からカロテノイドを摂取してるんでしょうね。好き嫌いがなく優秀です。しかしヒドリガモの目の周り、緑色の個体結構いるんですよね。これはアメリカヒドリの遺伝子が原因です。カモは交雑が多いことで知られてますが、ヒドリとアメリカヒドリの雑種は特に多い気がします。実際アメリカやカナダなどでは両者が共に過ごしているようですね。愛知では海岸近くでもヒドリガモの群れをよく見ます。海にプカプカ浮いている中央のオスも目の後方が緑っぽいですね。ヒドリガモはマガモとの交雑個体もいるらしく、大きさも声も全然違ってるのになーって思っちゃいます。カモのメスってみんな似てて識別に苦労しますが、まさかカモ同士も識別できてないなんてことないですよね。それはさておき、雑種が増えている原因の一つに過剰な餌付けがあるという意見もあります。これはカモに限りませんが、本来住み分けがなされているはずなのに、餌によって周辺の鳥を集めてしまうことで異なる種間の交雑が起こるということなんでしょうね。交雑が起こらないにしろ、密になるとウイルス感染を広めてしまう原因にもなります。鳥インフルエンザのニュースなどは心が痛みますからね。餌付け自体の是非を考える前に、鳥のことをよく知ってこうすればどうなるかということを考えて行動する必要がありそうです。右に向かってるのはマガモのオス、左がミコアイサメスです。もう一羽、これはメスのように見えますが、メスにしては白すぎるなあ。目先が黒くなく、銃や頭頂部の白色羽毛の様子から若いオスだと思われますが、どうでしょうか。
ニコアイサは小型の潜水ガモ。繁殖は主にタイガ地帯の森林だそう。私は淡水域でしか見たことがありませんが、汽水域や海水域でも生息が確認されているようです。アイサ族は約20種おり、4種類が冬鳥として日本にやってきます。アイサは漢字表記で秋サ、秋に去るという意味があるんだとか。山の間に渡るアイサのユキテイン、その川の背に波立つな夢。アイサがたどり着いているであろう山あいの川に、どうか波を立てないでねと願っている句です。場所的に川アイサの可能性が高そうかな。ミコアイサはミコのような羽層の、秋に去る鳥という意味になりますね。メスではなくオスの方がミコなのはあれですけど、素敵な名称です。繁殖羽のオスのウイは白黒で、その見た目からパンダガモと呼ばれてます。黒いグラサンかけてツーブロックでモヒカンっぽい髪型のちょいワルパンダ。中型の潜水ガモ、ホシハジロ。今見えているのはほとんどがオスです。1羽、胸が黒くない子がいますね。この子がメスです。このホシハジロ集団、かなりオス率が高いですよね。実は統計データでも悲しくなるほどメスが少ないようです。カモ全般、繁殖羽のメスの個体数はオスより少ないですが、特にホシハジロのオスはメスを獲得するのが大変そう。生まれた時の成比は1対1。どうしてそんなにメスが減るのかというと、主な理由は3つ考えられます。他の鳥類でもよくあることですが、繁殖期以外はオスにとってメスは単なるライバル。攻撃性で劣るメスは餌場から追い出されてしまい、生存力が低下するという説。これが1つ目。それからカルガモのお引越しでもわかるように、子育てにオスは参加しません。ヒナを連れているメスはヒナと共に天敵に捕食されやすい。これが2つ目。そして人による狩りが3つ目の理由。メスほどではないにしろ、ホシハジロはオスの数も減っているんですよね。愛知県は日本でも1、2を誇るホシハジロの越冬地。ありがたいことにまだまだ観察の機会は多いです。でも世界レベルでは絶滅危惧種です。絶滅が危惧される種の共通点として生息域が狭いことが挙げられますが、ホシハジロはそうじゃないんですよね。英名の Common Poachered の Common は一般的なとか誰でも知ってるといった意味です。そういえば和名ホシハジロ、なんとなくハジロはわかるけど、星ってなんだろうって思いませんか？ひょっとしてご存知の方多いかな。いにしえの人にはどうも波状斑が星を散りばめたように見えたらしく、こんなロマンチックな名前になったのだとか。いつもいつもご先祖様のネーミングセンスには脱帽です。最後に美しいおしどりにうっとりしましょうか。おしどりは中型の水面サイジガモ。オレンジ色の大きな3列風切りが豪華ですね。この災害3列風切り TE1 はその独特の形状からイチョウバネと呼ばれます。オスの繁殖羽の美しさにばかり目が行きますが、顔めちゃくちゃ可愛くないですか？絶対性格いいでしょって思うんです。おしどりといえば、実はおしどり夫婦じゃないということ。
もはやおしどり夫婦じゃないといえばおしどりみたいな言われようですよね。こんな人の良さそうな顔してどんどんメスを乗り換えるなんて言い方すると悪いやつみたいになっちゃいますね。ヒナの巣立ちまでオスがメスを守らない種類の場合、メスは長生きできません。おしどりのメスの年間死亡率はオスの2倍というデータもあります。そしてこれまた性格の良さそうなお顔のメス、しかしメスの方は托卵をすることで有名。托卵をする鳥といえばトケンが思い浮かびますが、彼らが別種に托卵するのとは異なり、オシドリは仲間のメスに托卵します。オスもメスも子育てしないんかいって突っ込みたくなりますか。托卵は怠惰を意味するものではなく生き残り戦略。トケンの体温は外気の温度に影響を受けやすいため、卵を温めるのが難しいようですね。托卵は苦肉の策だったのかもしれません。ではおしどりの場合はどんな理由があるんでしょうか。近年ホシハジロの托卵も増えているとか。環境破壊の問題もありそうですね。栄巣に適した場所が減っているため、血縁関係のある他のメスに我が子を託さざるを得ないのかもしれません。人間と違い怠けるということではないんですよね。あの怠け者だって可能な限り何もしないという究極の戦略をとって生き残ってるんですから、奥が深いですよね。今回はここまでです。野鳥を理解し信じ高名な鳥見人となら。最後までご覧くださりありがとうございました。